Hi everyone, let's continue again Yakuza 6, the Song of Love. Remember this place? Kiryu-san, kyou mo ani-tachi wo yoroshiku onegaishimasu. Left this one on a mission. That's Suyan to A song I have here. やるね。さすが元登場界4代目。この短期間でよくチームをまとめたもんだ。ナイト。 チームバトルごっこは随分楽しませてもらったよ。だが、そろそろ飽きてきたかもな。次は最終決戦と行こうか。お前らがもし勝てたら、ジャスティスはこの尾道から撤退してやるよ。本当だな。ああ、万が一でも勝てたらの話だけどな。今までのはお遊びだ。次は全力で行かせてもらうぜ。
せっかく固まってきたチームがやられて悲しそうな顔してるあんたが目に浮かぶよ。現実になるのが今から楽しみだぜ。おい、ナイト。あ？トランキーロ、焦んなよ。てめえ、覚悟しとけよ。次はナイトとの最終決戦か。ショーダーウィズナイナイト。Let's fight them. Naito, Tetsuya Naito of the Six Lunatics. Moving out.ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それに矢野と内藤を倒したとなればジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前らそろそろ行くぞ。おうよ、ナイトをぶっ潰してやろうぜ。よっしゃー。おう。ブエナスノーチェス、キリュウさん。ジョー、お前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけどキリュウ会潰させてもらうぜ。超党だ。さて、それじゃあパーティーのスタートだ。さっさと片付けしまいますか。Let's find him.Flying kick. On the floor.Ultimate drop kick. Yosh, we're the champions. Yay, we won.よくやった、お前ら。
strong lineup. まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかもな。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろう。は、いいのか？あんたは仲間が残ってる。対マンなんてしない方が有利だろう。俺は頭がいい方じゃねえ。有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか。そういうの虫図が走るんだよ。でも俺は頭がいいんでね、今回は甘えさせてもらおうかな。桐生さん、怠慢で勝負させてもらいますよ。ああ、さっさとかかってこいよ、ナイト。トランキーロ、あっせんなよ、キリア。バハガテイクン、ワンシティア、セイセブン、オラ、キーロ、あっせんなよ、キリア。Nice one.Wow, what was that?No, how to counter that one?No.Take it!
Yes. Naito defeated. Suke! Kiryu-san, Naito にも勝った。大丈夫ですか。なんとかな。約束だ。尾道からジャスティスを撤退させろ。Who are Justice at all this time? 安心しろよ。俺と矢野がやられた時点で、尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなってるはずだ。それに、一応約束したからな。もう尾道侵略はねえよ。あとはカムロ町に乗り込むだけだな。岡田、待ってろよ。おい、キリュウさんよ。ん？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が嫌いだった。だが心のどこかでは憧れてたのかもしれねえ。キリュウカズマ、俺はあんたみたいな男になりて、俺をあんたの相棒にハレハにしてくれねえか。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ。信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。キリュウさんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの？バカ、ちげえよ。パレハが何なのかよく分からんが、ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。それまでに怪我を治すんだな。トランキーロ、あっせんなよ。Yeah, acquired that Suya Naito cap. He has joined the Kiryu clan. History of the Tojo Clan. Details are scanned about the founder of the Tojo Clan. Naito もやられたみたいですね。そうか。やはりな。予定通り、カムロ町に残り戦力を集結させる形で構いませんか？ああ、それで進めてくれ。アウェーでの戦いはもうおしまいだ。ここからが本番だ。あいつらを手厚く出迎えてやらないとな。わかりました。じゃあ、キリュウカズマ。これで尾道は何とかなりそうですね。残りの六強人たちはカムロ町で待ち構えてます。いつカムロ町に乗り込むかはまだ決めてないんですけど、とりあえず今は来たる時に備えて尾道でチームを強くしておきましょう。今の状態で突っ込んでも帰り道に会うでしょうから。そうだな。当分は尾道で奴らと戦う準備をしておこう。Go to the railway station. Kiyomi wanted to talk to me. So I think we are done here.So many, The Naito Army's Remembers. How many missions are there? I thought we are done with them.悪かったんだよ、お前ら。
さて、人は派手に行きますか。おっしゃあ、ソファースダイヤルなんだ。運が悪かったんだよ、お前ら。気流か、突撃。取り残らず叩き潰す。飛龍会の勝利だ。Victory. We win.Let's celebrate. Yo, お疲れ様でした。Yo, よくやった、お前ら。あいつ下に突きてんだ。金丸 has joined the crew clan. Yes, finally all clear.I'm done here. Can level up one way? Okay, we're done here. Let's go. Oh, still got eh? I thought that already. How come so many eh?How to choose the soldier? Wow, full score. Okay, the normal soldier cannot choose it.How come the center one cannot take it?
That's over. Fine, doing. Oh, this guy's 大回。 This one cannot win it. This one need all the boss. More frying can I use? So many stars. This one can fight them. Well,
place so small, congested. Victory! Well, never ending one. よくやった、お前ら。The sun came over. Level 30. I'm done here.Let's go. Go find Kiyomi. Right here. Let's go here first.I need to go and eat something. Save the person from falling. Is there any fast food?ありがとうございました。いらっしゃいませ。そうファニー。ありがとうございました。あと use my inventory。That makes it, Eight, and one more. Or any new skill? Stun resistant.Actions. Essence of Chopstick Mastery. What the fuck is this? Chopstick?Using a chopstick to attack, so funny.
let's go. Whoa, pretty good. Where's the person? I never see that person. It's not here. So cannot do the side quest. I never see where it is. So I buy some drinks. Let's go. What's wrong? He is hungry. できてやるか。わかった。何か持ってきてやるよ。あの、できれば豚カツ弁当。弁当。 弁当だ。おお。いやいや、助かった。私とした事が危機管理が甘かったようだな。それにしても見知らぬ人間を救う君の優しさと心意気、尊敬に値するな。君、名前は？桐生だ。桐生。 私は最後、危機管理のプロフェッショナルとして活動している身だ。危機管理のプロ？うん。君は最近の日本に迫っている危機と聞いて何を連想する？日本に迫ってる危機？わからんな。何なんだそれは。言ってしまえば平和ボケだ。今の日本人は
平和の上にあぐらをかいている。私は中東を中心に傭兵として戦ってきた。多くの敵と味方が死んでいく姿を見てきたんだ。そんな私から見れば、今の日本人は誰も彼も皆無警戒すぎる。危機意識が足りなさすぎるの。ほう。だから私はそんな隙だらけの日本人に危機管理を学ばせる活動をし続けているのだ。で、その危機管理のプロがなんでこんなところで生き倒れてたんだ。まあ簡単に言ってしまうと金欠だな。実は私はより大きな危機に対応できるように最強の真実を完成させるための旅に出たのだ。最強の護身術。うん。私は世界各国を回り、さまざまな格闘技を体に叩き込み、最強の護身術を仕上げていった。だがその途中で金が底をついてな、志半ばにして泣く泣く日本に帰ってきたのだ。危機管理のプロならもう少し計画的に動けよな。しかし途中で戻ってきてしまったせいで、私の最強の護身術はまだ完成できていない。かといって世界にまた出向く金もない。どうすればいいか正直悩んでいるのだ。よくわからんが、海外に行けないなら近場で済ませるしかないんじゃないか。近場で済ますか。さすが桐生君、まさにその通りだな。金がない私としては